どうも、しゅんです。こんにちは。こんにちは。はい、こちら、四角スケアの紀藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。四角スケアというのはですね、はい、オンラインで法律系の資格を勉強するようなサービスなんですけれども、はい、まあ、それの派生で四角スケアチャンネルという YouTube チャンネルをやってまして、はい、まあ、そういうのを運営してて、私、まあ、自身が、まあ、中心となって出てますと。はい、で私自身はもともと弁護士やってまして、はい、でその後は投資ファンドっていう、まあ、ちょっとマニアックな仕事があるんですけど、はい、まあ、お金を投資する仕事をして、で2014年の初めからこのシカスケアというサービスを運営しているというそういうものです。あ、すごいですよね。てか紀藤さん自身も開成から東大行って弁護士の資格取って、いろいろなんか他にも宅建とかいろんな資格を持ってて、なんていうんですかね、資格のスペシャリストといいますか、まあ資格だけじゃないんですけども、とにかくすごい方です。ありがとうございます。さすがいろんな企業を申し上げあっては持ち上げ上手。いや大人を喜ばせる企業してありがとうございます。はい、ということでですね、今回の動画は紀藤さんに、なんていうの、就活生、大学生全般が就活前に取るべき資格についてお聞きできたらなっていうふうに思います、はい、よろしくお願いします。はい、で今回は紀藤さんから3つ大学生が取るべき資格をお聞きして、その難易度とかあと勉強法についてもお聞きできたらなっていうふうに思っております。よろしくお願いします。はい、ということですね、紀藤さん、中華数を控えている大学生が取るべく資格、一つ目をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、あのね、まあ、3つ挙げてくれっていう話ですね、はい、まあ、固有名詞をね、出そうかなと思ったんですけど、はい、やっぱりですね、もうちょっと抽象的なレベルでみんなに言って、もうちょっとこう、幅広く考えてもらおうと思いました。はい、まず一つ目なんですけども、はい、業界で必須の資格。業界で必須の資格。これはね、もう超典型的に言うと、はい、宅建なんですけど、はい、宅建という資格はですね、不動産業の業界において、その事業所の5人に1人ですね、会社で1人じゃないですよ、はい、事業所の5人に1人が持ってなきゃいけないっていう仕組み、決まりになってるんですよ。あ、5人に1人が必要ってことは、そうなんです、重宝されるってことですよね。そうなんですよ。しかも、ね、意外と合格率低くてですね、はい、十数パーセントしかないんですね。そうなんですね。そうなんです。なんで難しいですね。そうなんですよ。4回も5回も受かんないと結構いるわけですよ。はい、なので、まあ、そういう資格を持ってたら就活の時には有利になりますよ。でもうちょっと言うんだったら、はい、アクチュアリーって資格があるんですね。アクチュアリーですか。聞いたことないと思いますけど、はい、初めて聞きました。本当はって意味じゃないですよ、はい、アクチュアリーね、英語チャンネルじゃないんでね、はい、数理計算っていうのがあるじゃないですか、保険の。ありますね。そうなんですかね。そう、保険ってその対数の法則っつって、そのいろんな人がね、この保険に入った場合にどれぐらいの確率でその事象が起きるかって、もう生命保険とか研究ですよね、はい、いろんな人が入った時に何パーセントぐらいの人が亡くなるのかみたいなことを計算した保険料とか決めるわけですよ。なんでその計算ってすごい難しいんですね、うん、でその数理計算をやるのはアクチュアリーっていうんですけど、はい、アクチュアリーじゃないとそれできないっていう決まりになってるんで、うん、まあ、そういう資格って、まあ、一つ目としては業界に、ね、必須の資格っていうのは非常にいいんじゃないかな。確かに、うん、難しいからこそ大学1年生が取るべき資格として挙げられますね、はい、そうですね。アクチュアリーはちなみにめっちゃ難しいんで、司法試験より難しいと言われてるんで、受けるってなった時には心して勉強していただいた方がいいです。なるほど。じゃあもう就活前から絶対やるべきですね。そうですね。受けるとしたら、はい、分かりました。1つ目が業界必須の資格ということで、はい、2つ目は2つ目はですね、はい、それだけで独立系資格。それだけで独立系資格。そうですね。とは何でしょうか。まあ、私弁護士ですけども、まあ、弁護士のような、もうそれだけ持ってたらぶっちゃけ独立できちゃうよねみたいな資格ですね、うん、弁護士、会計士、はい、まあ、あるいは税理士とか、うん、社労士とか、もちろんお医者さんとかもありますけど、まあ、お医者さん大学在学中に取るって難しいんで、はい、そういういわゆるそれ一つでもう職業として成り立つんだけれども、まあ、就活することもできるわけですよ、はい、実際にですね、司法試験に受かって普通の企業に就職する人っています。ああ、そうなんですね。法務部じゃなくて。ちなみに全然違う業界でも有利になったりするってことですか。いや、やっぱりですね、なんていうんですかね、俺もインターハイ出ましたとかと似たような話でして、はい、そういう難しい資格にもう挑戦しやり遂げましたと、しかも成果出しましたというのの、はい、まあ、もう確固たる証明なわけですよ。そうですね。誰もが認める資格ですもんね。そうですね。なので仮に採用担当だったら、あ、この人根性あるなって思うじゃないですか、はい、しかもおまけにですよ、もう他人に余人を持って変えられない法律知識なり会計知識なり持ってると思うんですよ。そりゃ欲しいでしょ。いや、欲しい。僕も欲しいですでしょ、はい、しゅんさんが採用する側でも欲しいでしょ。欲しいです。なんで、まあ、そういうそれだけの独立系資格っていうのはやっぱすごい有利なんじゃないかなと思いますね。それが2つ目ということで、はい、なんですかね、それだけで人生一発弱点じゃないですけども、持ってたら絶対にいい企画、いい資格っていうのが2つ目です、はい、3つ目は何でしょうか。3つ目はですね、はい、
最先端。最先端。最先端資格ですね。最先端資格って例えばどういったものがあるんですかね。いやー、20世紀のね、最後の方って、まあ、インターネットがね、はい、始まり、まあ今、2019年ですけど、もうほぼほぼ普及して、はい、まあ最後もう、あんまインターネットがない地域限られてきましたよね。はい。なんですけど、今後ね、2、30年考えた時には、2050年ぐらいまで考えた時には、AI ですよ。AI。人工知能ですよ。はい。人工知能のこと分かんなかったらね、やっぱ全然こう、世の中のこと理解できないっていう社会になっていくわけですよ。なので、AI に関する AI 検定っていう資格があるんですよ。はい。実は。AI 検定って資格あるんですね。初めて聞きました。なんか、すごい安易なネーミングでしょ？はい。すごい安易なネーミングなんだけど、日本の AI の権威、松尾先生っていう有名な方がいるんですけど、その方を中心とした、日本の AI の権威の方たちがみんな理事会に入ってるんですね。はい。めちゃめちゃその、なんですかね、オーソリティのある、権威のある資格なんですよ。あ、そうなんですね。めちゃめちゃ簡単そうな名前ですけど。めちゃくちゃ簡単そうに作るでしょ。はい。でもね、意外と難しい。難しいんですね。G 検定ってやつと E 検定ってやつがあってですね、まあ、はい、ゼネラリストとエンジニアの頭文字なんですけど、はい、このゼネラリストの方でも実は結構難しくて、はい、ディープラーニングって何みたいなね、知ってます？ディープラーニング。ディープラーニング、今初めて来ました。嘘でしょ。深い学びですか。絶対就活のところに出てくるじゃないですか。出てこないの。まあそういうね、 AI のこととかあるわけですよ。まあそういうのとかの関連する資格とかも出てきてるんで、まあそういうのを勉強するといいんじゃないかなと。で、その前段として、はい、プログラミングが分かんないと分かんないんですよ、そういうのって。なのでプログラミングってあんま検定とかはまあ合ってないようなもんなんですけど、はい、その勉強っていう意味ではその素地としてね、はい、読み書きそろばん的な素地として、はい、プログラミングをやり、前提なんですね、プログラミングが。あ、そうなんですね。もちろん触りっすよ。はい、めちゃめちゃ難しいシステムを作れる必要はないんですよ、はい、ただどんな風に動いてるのかっていうね、うん、HTML って言われて何のことか分かりませんって話にならないわけですよ、はい、このご時世ね。なのでそういう基礎知識の土台の上に、あ、じゃあ AI だったらこういうことできるんじゃないかみたいなことが分かるっていうことがあれば、もう採用担当だったらね、喉から手出ちゃうんですよ。まあ確かに、もう手出ても手出てます。はい。そうです。なんか今3つほど挙げていただいたと思うんですけども、それぞれの勉強法、もしくは共通する勉強法みたいなものがあれば、最後にお聞きしたいなというふうに思うんですけども、うん、基本的にはですね、はい、資格を取るってなった場合には基本的には過去問なんですよ、はい、なので、基本的に過去問なんですが、趣旨は何かというと、まず過去問を読み、どんなことが求められているのかを把握するわけですね、うん、で果たしてそれは選択問題なのか技術問題なのか、うん、選択問題だとしても、じゃあどの程度の知識の深さが必要なのかみたいなことを把握し、はい、まあそれをクリアするための勉強っていう組み立てをするわけですよね、うん、まあ、まさにこう戦略みたいな話なわけですけども、はい、そういう組み立てをした上で勉強をすると、まあ早い時間で合格ができるんじゃないかなと思いますね。特に宅建とかAI 検定みたいな資格っていうのは、はい、それこそ1ヶ月とか、まあ、長くても3ヶ月半年ぐらいで取れるような資格なので、はい、あ、そうなんですね。まあ、そういう勉強されるのもいいんじゃないかなと思います、はい、で一方でその独立系の資格ってやっぱ3ヶ月半年で厳しいわけですよ。税理士とか弁護士さんとかですよね。そうですね。なので年単位で勉強する必要があるので、はい、そういう資格に関してはもちろん戦略も重要なんですけれども、その戦略に基づいたスケジューリングですね、うん、どういうふうに勉強していくのか、はい、じゃあ来年のまで365日ありますと、はい、じゃあ今日何すんの、うん、あるいはこの1週間何すんの、この1ヶ月何すんのっていう勉強スケジュールみたいなものをね、うん、ちゃんと立てていくこと、これ非常に重要ですね、うん、なるほど。確かになかなか年間でスケジュール立てるのって難しいですけど、そこをちゃんとやりきるってところが大事ってことですかね。そうですね。試験日が動かせないんで、はい、動かせないものから逆算して考えるわけですよね。ゴールから逆算して考えるっていうのと、はい、なるべく細かく考えるっていうのがスケジューリングのポイントなの。この2つがポイントなんで、そういう考え方をしてスケジュールを詰めていくっていうのが非常に重要ですね。なるほど。ほとんどの人は、はい、とりあえず勉強しようっつって勉強するんですよ、はいはい、なので大体試験1ヶ月前ぐらいになって、やべえもう1ヶ月しかねってなってるんですよ大体。なので逆算して やることで早い時期から危機感を持てるんで、はい、もう1年しかないと思えるわけですよ。そう思ったら勝ちです。なるほど、はい。いや、じゃあ計画を立てる段階でも勝負が決まっているって言っても過言ではないっていう。過言じゃないですね。あ、受かる人ってすっごい早いうちから危機感を持ってるんですよ、はい、危機感を持つってことはこのままのペースでいったらやべえぞって思えるってことなんですよ。ってことはちゃんとスケジューリングしてるってことなんですよ。
ちゃんとスケジューリングしてるの気づかないんですよ。なるほど。なんかなんとかなんじゃねえかこのまま走ったらみたいな感じなんだけど、はい、いやこのまま行ったらゴールいけないじゃんって思うからこそ急いでやらなきゃいけないわけだし、やるべきことを絞れるわけだし、そのやるべきことに集中することができると、まあ、そういうね、あの思考回路になりますんで。なるほど。じゃあスケジューリングが非常に、なんですかね、人生逆転系の資格には大事っていうことです。そうですね、はい、はい、わかりました。ちなみにその最近の AI 系とかの勉強も本質的にはスケジューリングであったりとか、あとは何ですか、戦略的にやるってことが大事だと思うんですけど、プラスアルファであればお伺いしておきたいなあ、なるほど、していきたいなっていうふうに。最近の資格、あの最先端系の資格に関して言えば、はい、社会のことに関心持つことですね。特に重要なのは時事ネタ的な、はい、あの最先端の分野なんで、はい、日々ですね、新しいニュースが出てくるわけですよ。Amazon がこんなサービス出しましたとかね、はい、Google がこんなサービス出しましたみたいなね。で、彼らはいわゆる GAFA って言われているような巨大な IT 企業っていうのは、もう、なんていうんですかね、日進月歩で新しいテクノロジーを作り、それをオープン化してるんですよね、はい、安価に。なので、そういうニュースがこう日々流れてくるんで、そういうのに敏感になり、アンテナを立てておくっていうのは非常に重要だと思います。確かに。自分が今勉強してるものが社会にどうつながってるのか分かるんで。それがすごい頻繁に起こるんで、最先端分野の場合は、はい、なので、そういう勉強をするっていうのは非常に重要なんじゃないか。じゃあそのアンテナを張って最新の時事ネタであったりとか、あとなんかニュースに目を、光らせるってことが大事っていうことです。そうですね、はい。ちなみにですね、今スケジューリングの話があったんですけども、木戸さんの資格スケアチャンネルの方で、なんですかね、からのプレゼントがあるというふうにお聞きしたんですけども。そうなんです、ね、本当でしょうか。いや、今日のテーマは勉強スケジュールになるんじゃないかなと思って、はい、私の方でですね、はい、勉強スケジュール作成における5つの心得というのを PDF、はい、先ほど読ませていただいたんですけど、はい、すごく参考になりました、ね、資格スケアのロゴもちゃんと入ってます、はい、これをですね、シュンダイアリーさんから、はい、資格スケアチャンネルに来ていただいて、はい、チャンネル登録をしていただき、はい、どっかの動画にですね、シュンさんから来たよ、シュンダイアリーから来たよっていうふうにコメントしていただければ、はい、この勉強スケジュール作成における5つの心得というのを、はい、全員に無料で、はい、差し上げちゃいますんで。おお、はい、これを見てらっしゃる、就活を目指してらっしゃる方、はい、ぜひですね、どんな資格を取るにしてもどんな勉強するにしてもこういう勉強スケジュール重要ですから、資格スケアチャンネルにも興味を持っていただければなというふうに思いますね。はい、ぜひすごく有益な資格に関するだけじゃなくて、なんかいろんな、就活生とか大学生全般に参考になる動画がたくさんあるので、よかったら覗いてみてください。ということで、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。勉強頑張ってね。就活も頑張ってね。頑張ってね。